はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとね、友達からのね、リクエストでね、ちょっとやりたいなと思うゲームがあるんで、ちょっと今日はね、とりあえずそれだけやろうかなということで、はい、やりたいと思います。358番。今日はじっくりはできないんでね、ちょっと1タイトルだけになっちゃうと思いますけどね。はい。はい。あれ？ちょっと待って、ドラゴン忍者？どういうこっちゃ、これ。え？ちょっと待って、違うやん、番号が。ですか。ちょっと待って。ちょっと待って、どういうこと？なんで？これ説明書に書いてる番号と違うやん、これ。そんなことある？378や。俺が間違ってたね、過去のね。はい。これですね。エスプレイド。これをちょっとやってみたいと思います。僕は初めてやりますけどね。僕自身ね、ちょっとあまり存じ上げなかったゲームなんですけどね。すごく名作だということで。で、家庭用移植一切されてないゲームで、すごく貴重なゲームらしいんですけど、シューティングゲームなんですね。エスプレイド。アトラスですね。ケーブっていう、1998年か、割と、新しめですね。はい。お。これがいいね。なるほど。あ、確かに面白いね、これ。うん、いいね。これは確かにおもろいわ、うん、いいわこれ。なんかね、友達がすごくね、ゲームに詳しい友達がいましてね、その人の中でベスト5に入るぐらいの名作だという話を聞いたもんですから、ちょっとね、興味深かったんでね、やってみようと思いました。はい。なるほどね、これは確かに面白い。うん、初めてやりますけどね。あ、やられた。あー、難しい。あ、飛んでんじゃん。なんかちょっとこう、髪の白とかみたいな感じのなんかあれですね。おう。うわ、すげえ。弾幕がすごい。うわ、難しいな、これ避けるの。あ、むずい。これキャラクターチェンジはできないんですね。これ必殺技か。うわ、ああめっちゃ痛いな。これが一面のボスか。うわうわ、すげえ弾幕や。
あ、やられた。めっちゃ痛いな。あ、まだか。あ、やれた。おお。うわ。おお、すげえ、今の避けるとは思わなかった、自分で。迫力はすごいな。もう確かに面白いですね。これでステージ1クリアですね。わあ、やれた。めっちゃ痛いな。ああ、ああ、うわ、でかっ。うわ、こんなも避けられるか。これ綺麗ですね、あれが。敵の弾が綺麗っていうかね、花火みたいでね。あ、倒した。あ、まだか。まだや。うわ。
ああ、やめた。こいつ強えな。めっちゃ強えな、こいつ。硬いぞ。おぉ。倒した。あ、まだいるか。まだいるんか。お、うわうわ。おお。うわ。めっちゃ痛いな。うわ、こんなんだって受けるね。硬いな、こいつ。うわ。ああ。まだか、まだか。おー、なんかしらったけど、うまいこと出てた。ああ。うわ。なかなかしぶといな、この敵。いつなったら倒せんの？倒した。えらい時間かかったな。3秒か。Thank you.
ょっと待った。ちょっとキャラ変えてやってみたいと思いますね。はい。これね、また最初からになりますけどね。ちょっといろんなキャラでやってみようかと。はい。じゃあ今度これ使ってみよう。面も変わるんやね。キャラクターやら、違う、変えたら。そうなんやね。違うからコンテンツをしてもキャラクター変えれないんですね。3通りのだからステージがあるってことか。はい、ちょっとすみません、ちょっとキャラ変えますね。ちょっと今日じゃあまり時間がないんでね、ちょっとあまりゆっくりはできないんですけどね、一応とりあえずちょっと
じゃあ、これでいきましょう。うわ、こういう面ない。おー、なんかやられ、誰かやられたぞ、今。おー、なるほどね。これなんかエスパーみたいな感じなのかな、この主人公たちは。うん、やろうぜ。確かに面白いね、うん、これ面白いね。確かに名作ですね。いやいや、教えていただいてありがとうございます、本当。まあ、僕のね、Facebook のね、友達が教えてくれたんですね。このゲームがいいっていうことでね。あれ、これさっき出てきたやつちゃうの。さっき女の子でプレイした時に出てきたボスやね、これ、2面の。同じやつですね。これ一面のボスにしてはめちゃ強いやろ、これ。あ、倒されたよね。あ、違うか。倒されてないよね。うわぁ。めちゃくちゃ難しい。倒しましたね。倒しました。はい。
あ、これさっきの麺や。さっきのさっきの、何だっけ。2番目にあったキャラクターの麺ですね。やっぱどっかで被るんですね、ステージがね。さっきも出ましたね、このボスね。おっと、やれた。あ、わかった。おお、あー、やれた。おお、うわー、でも綺麗やな、これ。弾が、敵の弾綺麗ですね、やっぱり。おぉ。花火みたいやな。ドドンパチとかもこんな感じですけどね。ドドンパチとか、スキガブナシロとか、虫姫様とかね。あと、戦国ブレードとかね、戦国エースとかね。あと、ソニックウィングスとかもね、こういう感じですよね。うん。あと、尻尾魔法大戦とかね、こういうね、90年代後期から2000年代前半ぐらいのシューティングってこういう感じのゲームが結構多かったというかね。うわ、弾の綺麗さに魅了されるわ。おー、やばいやばい。しぶといな。ああ。
倒した倒した。迫力が違うね。はい、2面クリアね。あれは使える回数決まってるんよね。なるほどね。そうか、必殺技があったのか。これはいいな、この攻撃は。はい、倒しました。そうか、これ使えば、さっきの変なやつも、変ななんか、魔法使いみたいな敵も簡単に倒せたのかもしれんな。なるほどね。面白いね。確かに面白いわ。まあ、ボムみたいなもんですね。
なるほど、気持ちがいいね、これ。気持ちいいわ、この攻撃。これ迫力があるね。すごいゲームですね。ちょっとね、時間がないんでね、あとの他のキャラのちょっと必殺技もちょっと見たいと思います。どんな感じかね。なるほど、色が違うわけか。色が違うってことか。なるほどね。いや、面白いですね、これ確かにね。うん、よくできてるわ。これ女の子かと思ったらな、これ男なんですね、これ。ああ、なるほど。色が違うんですね。色が違うだけで基本的に同じ技なんですね。なるほど、わかりました。はい。じゃあ、ちょっと今回ね、ちょっとあまり時間がなかったもんですから、一つしかやらなかったですけどもね。はい。これね、エスプレイド、リクエストしてくれた友達、ありがとうございました。はい。いいゲームですね、これね。はい。僕ね、気に入っちゃいましたね。はい。またちょっと個人的に楽しみたいと思います。はい。じゃあ今回これで実況プレイを終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。